アリオウ、たった一人機械島に取り残された瞬間が、幼い頃から可愛がって使っていたアリオウという少年があった。機械島の流人が大社になって、都入りをするという話を伝え聞いたアリオウは、喜び勇んで、鳥羽まで出迎えに行った。どんなにおやつれになってお帰りだろう。ずいぶん辛いことだったろうな。あれこれ考えているうちに、機械ヶ島の流人らしい一行が到着した。見送り人のごった返す中、アリオウは瞬間の姿を探し求めたが、それらしい人の姿は見当たらなかった。アリオウは次第に不安と焦燥を覚えながら、そんなはずはない。そんなバカなことはない。と自分に言い聞かせながら、一人一人の顔を覗き込むようにして探した。アリオウは次第に不安と焦燥を覚えながらも、そんなはずはない。そんなバカなことはない。と自分に言い聞かせながら、一人一人の顔を覗き込むようにして探した。何度探しても結局は無駄であった。瞬間らしい人の影は見えないのである。もし、ちょっとお尋ねいたします。思い切ってアリオウは人に尋ねてみようと決心した。今日のご大社のあった機械ヶ島の流人のうちの一人、瞬間僧図のご消息をご存知でありませぬか？年葉のゆかない少年に声をかけられて、ちょっと迷惑そうな様子を見せた者も、そのひたむきな眼差しを見て驚いたらしい。あの方はな、まだ罪が許されずに島に残されたという話じゃよ。それは誠のことでございますか？お前様には気の毒なようだが、本当のことらしい。係の役人もそう言っておったようでの。アリオウはすっかりがっかりして、疲れた足を引きずって京に戻ってきた。それから、アリオウの六腹通いが始まった。もしや、御赦免のお沙汰でもないかと、六腹の屋敷あたりをうろうろしたり、人の話に聞き耳を立てたりした。しかし、一向に赦免の様子もなく、日が過ぎていった。ある日、アリオウは決心した。このままべんべんと、六腹の許しを待っていたのでは、いつになるかわからない。一つ、自分が尋ねて行ってみよう。思い立つと、アリオウはすぐに、瞬間の娘が一人で、そっと隠れ忍んでいるところに行って、自分の決心を語った。この度のご大社には、なんとも残念なこと。僧図お一人お許しが出ず、その後もいろいろ調べてみましたが、当分ご赦免の様子もありませぬ。そうとなれば、私が何とかして島に渡り、お行方をお尋ねして参りたいと思います。つきましては、姫君自らのお文を頂戴できれば、どんなにかお喜びになりますことか。姫の手紙をしっかり元結に隠し込んで、アリオウは身軽な姿で都を後にした。両親にも知人にも誰にも知らせず、こっそり出発したのである。4月の末であった。苦しい旅路を続けて、どうやら薩摩方に着き、薩摩から機械ヶ島へ渡る商人の船着き場で、この土地に見慣れぬアリオウの風体を怪しむ者がいて、
着ているものを剥ぎ取られて調べられたが、元結の中に隠した姫の手紙はうまい具合に見つからなかったので、どうやら事なきを得たのであった。幾多の危機を犯して目指す機械ヶ島へ着いた時、ありようは聞きしに勝る荒涼たる風景に驚かされた。田もなかった、畑もなかった。もちろん村とか里とかといったものも見当たらず、たまに通りかかる島の人は、これまた今まで聞いたことのない言葉で物を言い、何を尋ねても話が通じないのである。もしやこの辺りに都から流された法性寺の修行春間僧図のお行方ご存じありませぬか。法性寺だの執行だのといっても、馬の耳に念仏でポカンとしてみんなありようを見ていた。島の人の一人がそれでも話がわかったらしい。さーてね、そんな人は三人いたようだがな、何でも二人は都へ帰って、残った人は一人でプラプラしていたようだったが、この頃は見えねえようだな、とそれだけ教えてくれた。今はありようが独力で探す以外に方法はなかった。ありようは山から山、峰から峰へと渡り歩き、終日春間の姿を尋ね求めた。しかし影すらも見当たらない。再び浜辺に戻ってきたありようはしばし呆然と沖の方を眺めてはため息をついた。ここまで尋ねてきて会わずに帰るのは何としても残念であった。たとえ今はこの世の人でなかろうとも、ありようは一目春間の姿を見たいと思ったのだ。人の姿も恐れずに砂浜に遊び戯れるカモメや沖の浜千鳥でもいいから、春間の行方を知らせてはくれまいか。ありようはつくづくそう思ったのである。ある朝であった。ありようは来る日も来る日もまだ諦めきれずに春間を求めて探し歩いていたのだが、磯のあたりをよろよろしながら歩いている陽炎のように痩せ細った人影に出会った。頭の具合から見ると昔は坊主だったのかもしれないが、髪の毛は伸び放題に伸び、木図だかそれともゴミだかわけのわからぬものがいっぱいついている。着ているものといったら絹か布かの区別どころか、ようよう身をまとっているという感じで、骨と皮ばかりのたるんだ肉体がところどころからのぞいている。片手にはアラメを、片手には魚を下げて歩いているとはとても見えない。よろよろと地上を這うようにしてやってくるのである。都でひどい小敷はいろいろ見たことがあるが、こんなにひどいのは初めてじゃ。まさかガキどへ迷ってきたわけでもないのに。ありようはその小敷をやり過ごそうとしてふと思い直した。こんなものでももしかしてお衆の行方を知っているということもあるからな。ありようは小敷に近づくと陰銀に声をかけた。ちょっとお尋ねしたいのですが。何事？もしや都から流されてきた法性寺執行春間僧図のお行方をご存じありますまいか。聞きもやらず小敷はまじまじとありようの顔を見つめた。俺じゃ春間は。途端に彼は手に持っていたものを投げ捨てると、その場に倒れ伏してしまった。さすがにありようも唖然として言葉が出なかったが、すぐさま抱き起こすと膝の上に抱きかかえてむせび泣きながらかきくどいた。ありようでございます。ありようが来たのです。
はるばる苦しい旅を続けながら、あなた様に会いたいばかりにやってきたというのに、どうかお気を確かにしてください。このありようを見てください。しばらくして、次第に正気を取り戻した瞬間は、もう一度、ありようの顔を食い入るように見るのだった。